はい、えー。皆さん、こんにちは。取材する YouTuber こと、ニュース通信社の須田慎一郎です。えー、今日、11月10日。もうこれしかないでしょう。今日扱うネタテーマとしてはですね、アメリカの中間選挙。アメリカの中間選挙について、えー、今日はですね、徹底解説を加えていきたいなと思います。ただ、す、え、べ、ー、ての結果が出ているわけではありません、えー。まだ開票作業も進んでいる最中ですし、で、加えてですね、 おそらくですね、決着がつかない部分については、えー、来月12月にですね、えー、再投票というね、えー、形になる、えー、そういった選挙区もあるようですから、す、え、べ、ー、ての決着が出てるわけじゃありませんけれども、えー、とりあえずですね、えー、これまで出ている、え、結果をもとにですね、このアメリカの中間選挙、解説を加えていきたいと思います。タイトルはですね、結局、赤い波は来なかった。 レッドウェーブは来なかったというですね。レッドウェーブとは一体何なのかもう改めて説明するまでもないと思いますけれども、アメリカの政治っていうのは、民主党と共和党とのですね、まあ、構想ですよね。民主党と共和党がですね、競い合うのがアメリカの選挙というね、基本的にはこういう構図になっているわけですけれども、あの、とはいってもですね、大統領選挙にしてもですね、知事選挙にしても、州知事選挙にしてもですね、あるいは議会の選挙にしても、別に民主党の候補者、あるいは共和党 共和党の候補者だけしか出てないといいうことではありません、まあ、いろんなところにで,ですね候補者が出てくるわけなんですが結果的にはこの二大政党による争いという、ね、構図に落とし込まれていくわけなんですね。あのそのことを前提としますとあの共和党この政党のです、ね、シンボルカラーが赤。 ね。そして対する民主党。この民主党のですね、えー、シンボルカラーが青ということで、えー、赤と青というのがそれぞれの、えー、シンボルカラーになってるわけですけれども、今回ですね、投開票が進む前、選挙戦前のですね、予想ではどうだったかというとですね、共和党が上院、下院ともに圧勝になるんじゃないかというですね、そういう見立てがダーっと広まってたんですよ。ですから、えー、共和党ですからそのシンボルカラーを取って赤い波がやってくる ね、赤い波どころかですねレッド津波、ね、赤い津波がやってくるみたいなです、ねえー、そういう観測も上がっていたんですよ、えー、つまりです、ね、共和党が上院下院ともに圧勝を収めるというです、ね、そういう見立てが極めて有力だったところがいざです、ね、開票作業を進めていくっていうとそういったです、ね、圧勝ムードは消し飛んでしまってです、ね、勝利を収めたとしてもキニさん ね、えー、想定通りのですね、対象を収めることができないと、できそうもない共和党はということで、えー、結局赤い波は来なかったという今日はタイトルを付けさせていただきます。あの、ちょっと本来でしたら、州知事選挙、まあ、すべての州ではないですけれども、今回の中間選挙というとですね、えー、上院下院議員、 あるいは州知事、あるいは各州のですね、えー、まあ重要なポストについては選挙が行われているわけなんですよ。で、まあ今日のところはですね、議会の方だけにちょっと注目をしていきたいと思います。まあじゃあ会員から行きましょうか。えー、日本でいうところのですね、衆議院ですね、衆院会員、えー、定数は435です。つまりですね、関数を取るためには218議席。 218議席が過半数ということなんですけれども、共和党は大きく数十議席上回るんではないかというのがですね、えー、まあ戦前の予想だったわけなんですが、会員についてはですね、人口割です。人口に対して議席が割り当てられているということで、人口の多い州には当選者、議席数は多くは割り当てられているということで、 必ずしもですね、週均一ではありません。で、現状、11月10日11時時点での情勢を言いますとですね、民主党が獲得した、すでに獲得済みという議席が183、そしてですね、32の選挙区においてリードをしております。おそらくこれはもう取るんではないかと、私の え、認識では取るんではないかと思われます。え、そうすると合算して215というね、え、議席が出てきます。それに対して共和党はというと、え、すでに獲得している議席数は206議席ですね、確定している。え、そしてリードしている選挙区においては14議席ということなんですけれども、まあこれも間違いなく取るでしょう。そうすると220と、え、議席になりましてですね、もう過半数をすでにこの時点で超えている。あとはどのぐらいの議席が上積みさるか。 されるのかとというところが、えー、一つ注目ポイントなんですねもう、えー、共和党が勝利を収めることは、もうあらかじめ分かってましたから、あまり私はですね、私個人的には興味関心は、えー、会員の方には向いておりませんでした。むしろ注目したのは上院の方です。日本の参議院に当たる、えー、上院の方なんですが、ね、えー、こちらについてはですね、あの、戦前の、えー、現有議席というと、あの、定数は100なんですよ。百、えー、民主党50、共和党50、 議席で言うとですね、完全にイーブンです。完全にイーブンです。ただし、上院についてはですね、その上院議長が、時の政権の副大統領が務めるという、こういう規定になっておりますから、えー、最終的なですね、一票は、 副大統領。まあこれを決裁権というふうに言うんですが、過労じて民主党が過半数を維持するというね、えー、そういう勢力図になっておりました。当然ながらですね、全体がですね、100ですから、その過半数というのは51ということなんですけれども、まあ、会員の方は2年ごとに全ての議席が改選されるんですが、上院はそうではありません。 100議席のうちですね、任期は6年ですから、2年ごとに選挙が行われますから、約3分の1ずつ改選が行われるということなんで、今回ですね、改選の議席数というのは35でした。35議席をめぐってですね、争われるということなんです。でちなみにですね、こちらの方は人口に対して、有権者に対して均等割ではありません。 各州均等割りです。アメリカは全部50州です、えー。一つの州に対して2議席、2人の議員が割り当てられているという形になっております。で、そしてですね、これ私のあらかじめ戦前ですね、情勢分析、状況分析なんですけれども、私はこんなうに見ておりました。え、民主党については非改選組。まあ、今回選挙がない人はですね。36。 共和党は非改選組は29。ね、もう戦前の段階で、安全権に入っている人、6人民主党。そして共和党がですね、15人。そして優勢、まあ、リードしている。民主党で4、共和党で3、ということだったんですが、まあ、ほぼですね、議席を固めている数から言うとですね、民主党が46、共和党が47という状況。つまり、残り7議席をめぐって、 注目ポイントはこの残りの7議席ということになっていたわけなんですね。それぞれですねあの具体的に名前を挙げていきますとアリゾナジョージアネバダニューハンプシャーノースカロライナペンシルベニアウィスコンシンこの7つの州が激戦州この7つの州の奇数によって議会の勢力図は大きく変わってくるということなんですねまあですから仮にですよビッグウェーブが赤い波がやってくればですね えー、この7つの議席のうち、えー、相当数が例えば6とか5とかがねドーンと共和党員法院に乗ってくるとなると。 完全に上下院ともに共和党が関数を収めて、そしてバイデン政権は死にたいになる。ちょっとこれも不満なんですよ。ちょっと、ね、現時点で220っていうのも、やっぱり少なすぎます。まあ,あ、とは言ってもですね、関数以上を収めることはこれ確実なんですが、逆に言えば、この7つの激戦州を、まあ、あの、どの程度共和党が制することができるのか、 というところが赤いダミが来るか来ないか大きな分かれ道だったと言っていいと思いますね。さあそこでなんですが11月10日11時時点で4つの州で勝敗が決まりました。ニューハンプシャーが民主党、ノースカイラン共和党、ペンシルベニア民主党、ウィンスコンシン共和党ということなんですけれども、ただですね、ここでちょっと注目していただきたいのは、このペンシルベニアだったわけですよ。ここ、 ね、ここを民主党を取ったっていうのがこう非常に大きいんですね。えー、どうしてかというとですね、民主党がですね、まあ過半数、あるいは50対50のイーブンに持ち込むためには、絶対にこうは落としてはならない。絶対に落としてはならない。 え、州というか選挙区だったわけですね。どうしてかというとですね、えー、まあこのウィンスコンシンなんていうのは、もともとね、スイングステートといってですね、民主党が勝ったり、共和党が勝ったりする、えー、そういう州でありますし、まあ今回の激戦州には入ってませんけれども、オハイオ州なんていうのはね、そのスイングステートなんていうふうに言われてたわけなんですけれども、そうじゃなくて、えー、もうペンシルベニアというのは、えー、もう民主党の牙城なんですよ。だから勝って当然、ここを落とすようなことになれば、一挙にですね、なだれ 打って共和党の勝利が確定するその共和党のです、ね、勢いを抑えるためにはです、ね、絶対的にこのペンシルベニアに勝ってなければいけないというところでこう取ったんですよ。 ニューハンプシャーも取って、まあ、今のところは2対2ということで、さあ、どうでしょうね。これに加算すると、48対49、残り3議席をめぐる争いなんですね。そして、ちょっと注目していただきたいんですが、このジョージアというのはですね、州のルールによってちょっと特別なルールがありましてね、一番たくさんね、票数を、得票を収めた候補者が勝利を収めるわけなんですけれども、ただそれに、ね、は条件がついてます。ね、えー全 票数のうち50%以上クリアしなければ一番多くても再投票ね再選挙になるということなんですよ現時点で再投票決まりました、えー、来月6日に再投票が決まっております、えー、ジョージアはそれまで選挙結果が出てこないということなんですねで現時点でつまり10日11時点でそれ以外決まっていない選挙区の情勢いますと アリゾナ若干民主党がリードしているという状況。ネバーだが若干共和党がリードしてるんですが、今後の開票作業によってはですね、えー、まあこれがひっくり返っちゃう可能性もあります。えー、今は若干優勢です、えーね。民主党が優勢、共和党が優勢ということですけれども、これは確定ではありません。ねえー、今後の開票作業によってはですね、ひっくり返るという状況がありますから、予断は許さないという状況なんですけれども、48対49。 ね。じゃあ、えー、結果的にですね、じゃあ、ここが、アリゾナが、じゃあ、民主党が取りました。ネバダが、えー、共和党が取りました。ということになると、残りのこのジョージア、このジョージアというところがですね、大きく大きく注目されるわけなんですね。このジョージアを共和党は取らなければ、えー、関数に達することができないという状況に、 なってくるということなんですよ。もちろんですよ。ネバダを取った上でジョージアを取る必要がある。ね。で、かたやですね、民主党はアリゾナを取って、まあ、ジョージ、ジョージアを取る必要がある。ね。ということなんで、やっぱりこのジョージアをめぐる争いというのは大きく注目を集めていくことになるんではないかなと思いますね。まあ、ここまでの解説はあくまでも、まあ、前振りです。前半です。こっからが本番。こっからが本番なんですよ。 何が問題かっていうと、実はですね、なぜわざわざこの7つの州選挙区を書いたのかというとですね、共和党の候補者について言うとですね、すべてがトランプ派なんですよ。いわゆるトランプ前大統領の推薦バックアップを受けて、そして共和党内の予備選に勝ち抜いてきた。言ってみればトランプチルドレンがすべての選挙区の共和党の候補者なんですね。 えー、つまり何が言いたいのかっていうとですね、この7つの選挙区の状況というのは、選挙結果というのがですね、2024年、次の大統領選挙へ向けて、大きな大きな意味合いを持ってくると、ね、いうことになるわけなんですね。で、トランプ大統領はですね、今月15日にも大統領選挙に関して、重大な発表を行うと、選挙戦を前にして、投開票日を前にしてですね、そういうふうに、 え、情報を発信しておりました。これは当然ですね、え、レッドウェーブが来て、しかも、え、トランプ派がですね、雪崩を打って勝利を収めた、その勢いを持って、大統領選挙出馬に持っていくと、発表すると。で、そしてですね、一つのムーブメント、一つのブームを起こそうというふうに目論んでいたんではないかなと、え、そんなふうに思いますね。ところがちょっと思わしくない方向に今、動いております。 あの、これはですね、私が確認を取ったところではなくて、CNN が報道したところ、えー、各メディアがその CNN 報道をですね、引用して伝えておりますけれども、その党の、えー、トランプ前大統領はですね、今回の選挙結果を受けてですね、激怒してると。 非常に怒り浸透だと。つまり、赤い波が来なかったということを受けて、怒り浸透になっているというような報道を CNN がやっております。まあ、見てみればそうでしょうね。ある意味で、トランプさんにとってみるっていうと、自分のスケジュールがですね、ちょっと狂ってきたというような大統領選挙に向けてのスケジュールが狂ってきたということで、まあ、この共和党の不甲斐なさというところに激怒しているんだろうな、ということが伺えます。2024年大統領選挙。 そういうふうに皆さんがと思われているかもしれませんが、そうですね、これ2023年、来年のですね、6月7月ぐらいからですね、大統領選挙は始まります。スタートを切ります。もちろん予備選、各党のですね、候補者を前提するということで、その前段階として予備選が6月7月ぐらいから本格的に火蓋を切って落とされます。2020年の大統領選挙もですね、私の方も8月に えー、その前の年のね、8月に、えー、現地取材に行ったわけなんですが。 その時はですね、ものすごい盛り上がりをもう見せてました。したがって、大統領選挙にですね、えー、まあ入っていくのはアメリカの社会が、アメリカの政治がですね、大統領選挙に大きくシフトしていくのはですね、もう来年ね、夏前からそういう状況になります。したがってですね、この中、今回の中間選挙というのは、2024年、アメリカ大統領選挙とワンセットということなんですよ。ワンセット。 だからこそ、つまり、えー、レッドウェーブが来るのかどうなのか、そしてですね、トランプさんはそれで勢いを得るのかどうなのか、ということが大事だから、つまりどうでもいい、えー、誰が当選しようが、誰が、ね、落選しようがどうでもいいんだけども、とにかくですね、えー、トランプブームが来るのかどうなのか、というところの大きな資金石が今回の中間選挙の、えー、一番注目ポイントですから、そういった意味で言うとですね、2024年の大統領選挙と、えー、今回の中間選挙はワンセットと。 考えてもらっていい。トランプさんにとっては、思惑がちょっと外れたような、形になっておりますけれども、これを受けて、今月15日に、どういう決断判断をして、発表に至るのか。ちょっとそのあたりは注目ですけれども、まあ、そういった意味で言うと、共和党の中もですね、トランプさん一色になっていくのかどうなのかっていうところもですね、まあ、今回の選挙結果を、見極める必要があるのかな、と。こんなふうに思いますね。 まあ、いずれにしましてもですね、えー、会員で共和党はですね、大きくリードをしております。えー、がって会員でですね、関数以上を取ることは、これ確実。そして問題なのは、焦点なのは上院です。まあ、最初から上院だったわけなんですけども、えー、ここでですね、共和党が勝利を収めるようなことになれば、えー、ちょっと、法案を通す。ね、まあ、あの、議員提出の法案ですからね、アメリカのほとんどは政府提出ではありませんけれども、ただ、予算案であるとか、あるいは人事ですね、えー、人事。 え、これが回っていかなくなります。その人事権を握っているというのはですね、上院なんですよ。やっぱり上院を抑えておくということが非常に重要なんです。えー、例えば、あの、最高裁の判事であるとかね、えー、そういったのはですね、会員には権限はありません。 その判事は、まあ、大統領が指名をして、上院が承認すれば、判事になることができます。そういう人事権を握っているのが上院。その上院がですね、共和党に奪取されて取って、取られてしまいますとね、人事が回っていかない。そして、民主党が望むような法案、例えば気候変動対策であるとか、 あるいは弱者救済であるとか、そういった法案がですね、えー、ほとんど成立しないという状況になっていきます。ね。あの、とはいってもですね、アメリカの議会というとですね、これ、党議拘束なんかありませんから、日本と違って党議拘束がありませんから、そこが政治なんですよ。えー、共和党の、えー、あるいは民主党の議員がですね、提出した法案であっても、議員提出がほとんどですからね、えー、民主党の議員が提出した法案であって、仮に民主党がですね、 少数であっても、共和党と協議をすることによって、賛同を得ることもできます。決してですね、民主党議員提出法案が全て没になるというわけじゃありません。党議構想がありませんから。そこで、ただそうは言ってもですね、そういった交渉をすること、相手をですね、納得させることっていうのは非常に難しいというか、ハードルが高いですからね、時間がかかると。 いうことつまり、えーまあ、アメリカの政治判断というのは、えー、今までのようなスピード感あふれるものからですね、非常にこう時間がかかる手続きが煩雑になってくるということは、これ間違いないだろうなと、えー、私は思っていますね。まあ、加えてですねあの、バイデン政権としてはですね、えー、今回の中間選挙終わった後に、 あの中国の習近平国家主席3期目を決めた、えー、習近平国家主席と首脳会談をアメリカサイドから持ちかけていたんですが、まあ、中国サイドがそれに乗ってくるのかどうなのか、ねまあ、足元を見ると。 いうような状況にもなりかねません。米中首脳会談なんかにもですね、今回の中間選挙の結果っていうのは大きく影を落としていくことにもなりかねない。トランプ政権が出てくるまで待とうとかね、あるいは共和党が政権を取るまで、大統領を取るまで待とうなんていうね、そういう政治判断が働く可能性もないわけじゃありませんからね。まあ今後も外交にとってもですね、えー、バイデン政権はレイムダック状態になりかねないというですね。ですからアメリカが本格的に 再スタートを切るというのは、やっぱり2024年というところまで待たなければならない可能性が極めて高くなってきたのかなと思いますね。これから、これからあと2年間というのは、まあアメリカはどうでしょうね、カオスの状況ね、混沌とした状況に私は入っていくんではないかな。より一層ですね、このアメリカの動きに 注視していかなければ、日本としてもアメリカの動きに注視していかなければならない、そういう状況に、そういう局面に入ってきたと考えてもらっていいと思います。まあ、いずれにしましてもですね、す、え、べ、ー、ての選挙結果が出揃った段階で、場合によってはですね、もう一回、えーまあ、今回のね、中間選挙の結果、そして、えー、アメリカ2024年大統領選挙に向けての展望についてはですね、もう一回取りまとめてみたいなと、えー、そんなふうに考えております。えー、とりあえずですね、概ねの結果が出てきたと、 ところで今後注目していくポイントを今日は申し上げさせていただきました。えー、ね、ちょっと長い時間になってしまいましたけども、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。<noise> えー、各週土曜日に定期的に配信させていただいております。我が入力通信社と情報検証研究所のコラボレーション企画私と原さんとのですね、えー、番組ですけど生配信でやらしている番組ですけれども、あの土曜日ではなくてもうこんな情勢ですからね、もう土曜日も待ってられないということで金曜日に。 ね、明日、ね、えー、生配信。時間ではいつもの通り、8時からの生配信をさせていただきたいと思います。ね、えー、こちらの方もですね、ぜひ見逃すことのなく、広告したいと。